今週は、えー、自分語りの回なんで、編集が入りません。ね、テロップとかも出ないんで、まあお時間ある時でもね、少しこう時間をいただいて見てもらえたら嬉しく思います。で、トピックとしては、えー、皆さんね、ちょうど今夏休みに入る1ヶ月前ぐらいなんですよ。だから受験生にとってはま夏が天王山と言われますので、まあこっからがね、ギアを1段階、2段階上げて、まあ勝負をね、していかなきゃいけないところ、まあ定期テスト前のね、勉強の方もいると思いますが、人って、 何かを頑張ろうと思う瞬間は多分多くの方が訪れます。ほとんどの方がある。何か見てね、こう感化されて頑張ろうみたいな。もし嬉しくはね、この動画を見てそう思ったら嬉しくは思いますけど、まあ、瞬間は来るんですよ。で、そこで、まあ、一歩踏み出す人、 実際に行動に起こす人も、そんなね、100人がモチベーションが上がりました。頑張ろうと思いました。実際に一歩踏み出す人は多分半分以下なんですよ。そもそもが。そこでもまず脱落するんですけど、その後にもっと大きなハードルがあって、それが継続ですよね。頑張り続けられるかどうかっていう。でこの部分。でまあ、どうやって継続していくのか。まあ、モチベーションをね、高く。 保ち続けられるのかとか、あとは勉強している方はね、多くの方が欲しがるものがあります。それは自分に合った勉強法です。つまり自分の勉強法。それの見つけ方とか、それの答えを全部ね、はっきりお伝えできるとは思ってないんですけど、ただまあそのヒントになるようなもの、まあ、自分がこうやって考えてやってきましたよとか、こう考えて生徒に指導してきましたよっていうのを今回お伝えしていこうと思います。 でですね、ま、あいろいろ考え方はあるんですよ。多分コメント欄もね、いっぱい先輩方とか今頑張ってる方たちが自分はこうやって考えてますっていうのを書いてくれてると思うんですよ、きっと。あ、お願いします。<laughs> と思うんですけど、あの、私としてはですね、すごいシンプルに考えるんだったら、もう圧倒的な努力量でねじ伏せるっていうのが私の高三時の考え方です。一個のね、まあ、いっぱいあるんですけど、あの、私ちょっと経歴を話すと、 えっと、専門学校を志望してました。高校の時にね。で、高3に上がる前ぐらいに、専門学校志望からえ、大学志望に変わったんです。そこで、教師を目指したいなと思ったんで、方向を変えたんですよね。ただ、うちはあんま裕福じゃなかったので、大学進学の条件が、家から通うこと。そして、国公立大であること。この二つを満たさなきゃいけなかったんです。で、群馬のど田舎に住んでたので、まあ、選択肢もあんまりなくて。でも、まあ、その時の高校の恩師が、 東京学芸大学っていうところがお前に絶対合ってるから目指してごらんって。で、いろいろ調べたら自分もそのモチベーションが上がったので、よし目指しますみたいな。調べたら偏差値20足んないですみたいなね。ことが起こったんで、でまあ、予備校通うお金もなかったから、えっと、1年間、まあ、家庭学習、まあそのね、恩師の指導もありましたけども、えっと、1年間死に物食いで勉強をしてやっていったと。で、もともとですね、専門学校は定期テストの、まあ、内申点をね、よくするために定期テストで取っていたので、通知表はめちゃめちゃ良かったんですよ。 ゃよかったです、本当に。えっと、5段階で多分4.9ぐらい。4.8,4.9の、えっと、平均評定持ってたので、もう行ける気だったんですよ。ただ、学芸大はですね、私の行きたかった学部、推薦なかったので、まあそれは使えないと。つまり実力ね。センター試験受けて、20受けて、で、行かなきゃいけなかったと。で、まあ勉強始めるんですけど、まあ伸びない。そう。で、 当然最初ですね、今まで全然ね、定期テスト前しか勉強してこなかった人間が、まあ勉強始めるんですよ。1日4時間、5時間とか始めていくんですけど、伸びなくって。まあ、モチベーション上がらないんですよね。結果が出ないから。そう。で、まあ、その時も音声とかね、いっぱい相談をしてすぐ出ると思うなよとか言われたりとかね、ありましたけども、で、こうやっててもうまくいかないと人ってどう思うかって、もっと効率がいい方あるんじゃねえかなと思うんですよ。実際あるんですよ。 あったし、皆さんにとっても、今ね、自分の勉強法を疑問に思っている方にもきっとあるんですよ。もっといいものは。でもね、それは簡単には見つかんないんですよ。で、見つかんないというか、実はだ誰かが勉強法を紹介してますと。それをね、見て、これだみたいな。発見がないんですよ。なぜかっていうと、実際に自分でやってみて、あ、やってみたらこれだったんだって気づくんですよ。そう。だからやらなきゃわからないんです。 で、しかもその、やるっていうのも、3日とか4日じゃ分かんないんですよ。だいたい2週間ぐらい、最低はね。その勉強法を信じて続けてみて、で、あ、これだ、みたいな。とか、これからちょっとここアレンジしたら自分にぴったり合うんじゃねえか、みたいな。つまり、やらなきゃ見つかんないんですよ。勉強法なんて。勉強法が見つからないと始めらんないっていう方は、おそらく伸びないです。その成績に関しては。 ひとまずやんないと。で、その時当時思ってたのが、自分がね、思ったのは、YouTube みたいになかったから、勉強法とか全然こう入ってこないから、ネット調べてもそんななかったしね、当時は。 私37なんで、もみんなと、みんなのお父さんお母さんの方が近いから、年齢としては。だから、なくって。で、まあいろんな人ね、自分のさ、学年にもさ、すごい優秀な人がいるから、話聞いたりして、おおそんなことするの、うん、参考にしてみるわ、みたいな。ことで、こうね、創意工夫というか、試行錯誤をして、徐々に徐々に作り上げていった。でもその時に、絶対決めてたのは、もう圧倒的に努力をすると。努力する時間だけは減らさねえぞ、みたいな感じで、まあ圧倒、もう努力量でねじ伏せる。 うんで、まあねじ伏せられなかったんだけど、なかなかね。私、夏まで飲みなかったんで、なかなか。でも、あの時に、うーん、きっとね、無駄な努力というか、遠回りもしたと思うんですよ。でも、あの遠回りがなかったら、見つかってないんですよ。だから、遠回りだったと思う一面もあるけれども、多分あれが一番の近道だったんだなと、俺は思ってる。自分のを振り返って。でも、それをみんなに伝えた時に、 そうさ、なかなかしっくり来ないと思うんですよね。なぜなら、だって今こんだけネットがね、あるから、近道できんじゃねえかなと思うから。だから情報がさ、いっぱいあるからね。ある。でもね、まあなんでし、繰り返しになっちゃうんだけど、まずは行動しなきゃ。頑張んなきゃいい。やる気が出たから頑張るんじゃないんだよ。頑張ってるうちにやる気が出るんだよ。やる気が出るポイントを探しに行くの、自分で。やらないと。やらなきゃけ見える景色は変わらないよ。そう。 なので、もしこれからね、定期テストにおいても受験勉強においてもそうなんですけど、うん、ちょっと変えたいと、自分を。って思ってる方は、ひとまず自分が思う、まあ全力近い。まあ全力っていうね、その概念も難しいところありますけど、これだけやってみるよっていうのをひとまずやってみ。で、やったら褒めてやってください。これがね、継続するポイントです。 自分が、自分を褒めてやること、そして自分が一日一日成長できてる。つまり昨日できなかった問題が今日できるようになってる。昨日の自分よりは成長レベルが上がってる。というのを自覚できるかどうかはものすごく大事だと思ってます。継続する上で。特に自分に自信がない人。自分に、あの、周りと比べちゃって自分なんていいとこないよなとか、ね。メリットと得意、得意なとこないよなとかって思っちゃう方は特にそうです。 自分を褒めてやれることっていうのは、あれができる人っていうのは、やっぱり継続しやすいです。そこのモチベーションが上手いからね。で、それができるようになるとですね、オンとオフの切り替えも上手くなります。さっき圧倒的な努力度でねじ伏せろと言いました。ただ私、じゃあ全ての時間を勉強に費やしたかというと、それはできないタイプだったんですよ。それもいます。いらっしゃいます。全ても、人生全てを受験に捧げると。その学年はね。それもありです。それが続くなら。ただ俺は、 オフの時はオフにしないと持たないタイプ。なので、やることをやったら、自分で決めたね、この努力度のラインを超えてちゃんとできたら、まあゲームもするし、好きな歌も聴くし、で、漫画も読むし、っていう時間は設けてました。それはみんなに任せます。任せるんですけど、やり方なんて一通りじゃないからね。みんなにとって、あなたにとって合う勉強法、あなたの勉強法を見つけるというか、それを決めるのはあなた自身です。周りじゃない。 だから、そのためには、何度も言うけど、まずは行動しなきゃいけない。考える時間はもうあんまり取っちゃダメ。ひとまずは行動しよう。行動しながら工夫をしていく。行動しながら考えていく。それが、すごく大事になります。で、あの、最初ね、夏休みの1ヶ月前にこういう話をする。ね、話してるっていう話をしましたけど、なんでかっていうと、夏休みが入ってからそれを見つければいいやと思った方は、夏休み半分は損します。棒に振ると生まれ言うと、ちょっとね、 失礼かもしれない。でもね、結構そうだと思ってる。そんな簡単には見つかんないから。だからこっから1ヶ月間かけて、平日ね、学校がある、部活がある、忙しい。忙しい中、時間がない中で工夫してそれができてたら、時間ができた時、もっと伸びるよ。いい時間がないからこそそこをタイムマネジメント、うまくやりくりできるから、時間ができた時にうまくいくんです。今は忙しいからいいや。時間ができた時にやればいいや。大体がうまくいかないから。 人は、っと、なんだろ、いきなり大きなものを得てもうまく使えないんですよ。お金もそうなんですけど。はい。なので、ぜひ、今この1ヶ月間、もし本気で変わりたいと思うんだったら、まずは行動する。圧倒的な努力でねじ伏せてやるよと。で、そのねじ伏せるまでには時間がかかるから。かかるけども、毎日一歩ずつ、一レベルずつでも、レベルが上がってる。前に進めてるよねっていうのを、 確認しながら、こっから30日間過ごしてみてください。30日後、夏休みが始まった時、おそらく、もしよかったらね、今日の気持ちとか、コメント欄に書いてくれてもいいし、自分の日記とかね、なんか書いてくれてもいいんだけど、書いておくといいです。1ヶ月後、結構変わってると思うよ。自分自身が。あの、信じてね、あの、ぜひ、ついてきてください。 はい。ということで、今回もね、ちょっと、わって喋っちゃったけど、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。まあ、今日今週一週間もそうですが、ここから一ヶ月間がね、皆さんにとって変われる、ポジティブな意味で変わっていける、一ヶ月になれるように、また来週ね、月曜日何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひお付き合いください。それでは、今週一週間も頑張っていきましょうそれじゃあ、またねバイバイ頑張ろう